南公園駅は、兵庫県神戸市中央区港島、中町八丁目に位置する、神戸新港ツーポートアイランド線の駅である。駅番号は、PL07。近隣の池谷神戸や兵庫県立子ども病院にちなみ、池谷子ども病院前の副駅名が付く。単式ホーム一面一線を持つ、高架駅である。中公園方面に向かって、右側に、プラットホームがあり、中公園、 三宮方面の列車が発着する。逆方向や神戸空港駅行きの列車は発着しないため、市民広場駅、神戸空港駅方面に向かうには、中高円駅で乗り換える必要がある。駅舎は2階がコンコース、3階がプラットホーム。改札内にはエレベーター、エスカレーター、多目的トイレなどがある。道路を挟んだ。 駅北側の UCC 上島コーヒー本社及び北側歩道とペデストリアンデッキによって結ばれている。駅南側は2階レベルで池や神戸や南公園に出る。日中時間帯は1時間あたり6本発車する。朝ラッシュ時は約4から7分間隔で発車する。2019年度の1日あたりの平均乗車人員は2645人で、神戸新交通の駅では、 第12位、ポートアイランド線では、第7位。1989年以降の年度別1日平均乗車人員の、推移は、下記の通りである。ありがとうございます。